はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画、今回も、酎ハイです。前回紹介した日本ミックスの、香る桜&梅味となっております。果汁が 0.2%、アルコール度数 5% となってます。華やぐ桜の甘い香りと、梅のすっきり甘酸っぱい味わいが楽しめる炭酸入り和テイストカクテル。原材料名が、焼酎と香味シロップ、かっこ桜風味と、梅果汁と糖類と酸味料とトレハロースと、香料と酸化防止剤です。で、こちらも容量が 250cc と少なめで、で、値段が確か200円超えです。230円ぐらいします。めちゃくちゃ高いです。まあ、美味しいは美味しい。前回の、ね、ピンク色のやつは美味しかった。乾杯。梅ですね。薄いですね。梅が実に薄いですね。薄い梅の、梅チューハイを薄くした風味、香りがほとんど、てか梅の風味がほとんどしないですね。加えて桜の風味も、梅風味で、殺されてしまって相殺している感じ。これは完全に外れだ、これ。確かに、桜の風味もあるんだけど、梅風味によってかき消されたことによって、どちらも、相殺しちゃって、いいところが一つもない感じですね。これはお話になんねんな、これ。前回の普通の桜のやつは、まあ、三つ星、値段高いから、まあ、三つ星で、味としては四つ星だったんだけど、まあ値段高いから一つ星下げたみたいな。これはもはや、味すらも、あれですね。ひどいですね。味すらもひどいレベルですね、これ。いや、味はまあ、まずくもないし、うまくもないんだけど。これ味三つ星で、値段によってもう一つ星下げるレベルだね、これ。これ二つ星だ。間違いない。これはもう、買わないですね。何があっても買わないレベルですね。もはや。コク。ちょっとコクが増したか。甘みが減った。甘くないですね、これ全然。ほとんど甘みがないです。まあ、あるはあるんだけど。香りも減った。香りの総量も減りましたね。これダメですね、これ。2232です。ご視聴ありがとうございました。